はい、どうもお疲れ様でございます。ナベでございます。今日ですね、ちょっと商品ねご提供いただきましたんで、ちょっとそれをご紹介しようかなと思います。でね、私はねちょっとあんま使わないかななんてね、いう商品なんですけども、ただ家族はね結構使うやついるかなと思って、ちょっと今回のねお話こう参加させていただいた次第だったんですけどね。はい。まあね、今日は何かっていうと、パソコンの、こう、なんていうのかな、スタンド、ノートパソコンを置くね、台なんですけど、これをちょっとね、ご紹介したいと思います。はい、こちらです。こちらは大きいストアさんっていうところから、提供していただきました。マルチファンクショナル、ラップトップテーブルということでね、こんな風にね、絵の通りで、ノートパソコンを置いてね、使う、こう台テーブルになるわけですね、ただねなかなかこれがちょっとこう便利屋さんかなとちょっと思いまして、まあぜひちょっと提供してほしいとね、ちょっと紹介したいと、いうことでねちょっと今回ね、いただきました。はい、ありがとうございます。でね、また後でちょっと詳しい画像も出そうと思うんですけどね、ちょっとこんな風にしてね、こう足をねピョンって伸ばして、こう楽な姿勢でパソコンをね使えたりとか、まあ、パソコンに限らないですよね。ちょっとしたこうなんていうんだろう、タブレットを置いたりとか、あとは何でしょう、本を置いたりとかね、編み物するときに、ちょっとね毛糸を置いておいたりとかということで、ほんのちょっとした簡易的なテーブルとしても使えるのかなということでね、ちょっとこれ気になったんでこれから開けてみたいと思います。うわ、おお、すげえな。意外となんかしっかりしてるな。おお、なんかいろいろ簡単な取扱説明書と、あとはなんかパーツですね、樹脂製のパーツが届いてます。それと、これが本体ということでね、以上かな、以上かな、はい、以上です。でね、まあ、使い方は簡単なんですけども、ここがね、ここが足になっているので、これをガタ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 と出してで使うんだね。どっちでもいけるのかな。あなるほどなるほど。これね、この状態だと足ちょっと動かないんですけど、ここにねこう角度がこう刻まれているね、こうメーターみたいなのがあるんですけど、ここを押すとね動くみたいな、こうほら、おお、でここにもね同じようにこっちとこっちと両方あるので、これを動かすとこう動く、おお、ほら、で今ね15度ずつね、こっち15度、こっち15度で動かして、ちょっとこうね、平行に、台に対して平行に上げてみました。同じようにね、やってみようかな。こっちを15度。あ、カチンっていうかね。あ、カチンっていうか。で、押しながら動かして15度。15度ずつね、角度を調整できるみたい。で、こう置く。あ、すげえ。あ、いいね。あ、なんかしっかりしてる。ちょっと引こうか。こんな感じでね。あ、結構しっかりしてますね。うん。いいかもしれない。まあ、滑り止めとかがないんでね、ちょっと滑るかなっていう感じはあるんだけどね。いいっすね。うん。あー。なるほどね。で、この部品ね、この部品を何に使うのか、ここに挟めろ。こういう感じか。あ、ついついた。こうなってね。で、多分こう滑り止めみたいに、なるのかな、これがね。はははは。は、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、これ3つあるから1個予備なんだろうね。まあ、ちょっと逆に、まあ、これ自体がなくてもね、ここがせり上がってるんで滑り止めにはなるね。ここ耐荷重がどれぐらいかっていうのはね、あんまり書いてないかな。あ、15キロまでね。ちょっとこの説明書に書いてあるんですけども、ザ・マキシマム・ロード・なんとかかんとかって書いてあるんで、
多分ね15キロぐらいまでは耐えられるのかな、そんな風に書いてあるんですけど、15キロちょっと耐えられそうな感じしないな、怖い。で、今ね15インチのノートパソコンがね今あるので、ちょっとこれをね置いてみたいと思います。あーいいね、あーいい、ほらわかんないかな、こんな感じでねぴったり乗ります。うん、あーこうなるんですね。でちょっとこう向き変えてね、ちょっと角度つけようかな、角度。こんな感じでね、今15度、15度、15度ってことで角度をつけると、この上の板がねちょっと斜めになりました。でこれこうノートパソコンをねこう置くね、こう開く、あいいかもしんない、これあいいかもしんない、あこれいいね。うん、なんかテーブルの上とかだと角度がないじゃないですか、だけどこれはいいかも、角度がついて、うん、いいね、うん、いいですね。で、あのこれ仕事なんかでですね、例えばあのノートパソコンを置いてあの映像を出してね、でみんなにちょっと見てくださいなんて時にね、高さが足りないでこうみんながこうテーブル座ってるとね、こう上から覗き込むみたいな感じなんだけど、これに乗せてるとちょっと高さを出せるし角度も調節できるし、いいですねこれね。うん、でね、あの思ったんですけどもね、これやっぱリビングとかで足伸ばしてね、ちょっとこうこのミニテーブルね、にしてちょっとこう作業したりとか、あとタブレットとかでね、こう手で持ってやってるんだけど、なんか疲れたらちょっとそこ置いて動画見るとか、そういうのにね使えるかなということですね。これなかなか便利ですね。うん、で作りはね、そうだな、木、まあこの底板がね、天板っていうかこの板がアルミっぽくなってるのかな、これ。うん、なんですけど、すごくあの処理はいいですね。どっかにガリッとこうぶつけたりするような、あのこう粗い感じの処理じゃないですね。うん、ちゃんとこうどこ触っても痛くない感じで、この足になってる部分は樹脂なんですけども、まあ、この辺りはでもいいも悪いもね、そんなにバリバリこうよ成形を良くする必要はないんで、うん、ここはね、あのもう全然問題ないですね。でこのプラスチックの足がね、こう今斜めにこう上がってってますけども、これがね揺れるかなと思うと全然これ揺れないんですよ。これ自体はすごくしっかりしてる。なんだけども、この一番上の天板がね、やっぱり厚みがない分だけ若干揺れる。こうやってギシ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 、そこのちょっとこう揺れる感は慣れないとちょっとおっかないかな、バキッて壊れるんじゃないかなと思うんですけど、この各ね、可動部分、これについてはすごくねしっかりしてる。こう手で押してもね、これもこれぐらい押せばさしなりますけど、これちょっと不安感はない。もうしっかりロックされてるのがすごくいい。うん、これいいね、なかなか使えるんじゃないでしょうか。はい、でね、このラップトップのね、デスク、ね、Amazon さんで今ちょっと見てみるとですね、現在で3499円いうことですね。うん、まあ、これが高いか安いかっていうとちょっとね、興味ない人これ高くねえかって話になるんですけど、例えば病院とかね、お家でもこうちょっと横になってなきゃいけない人が起き上がってちょっと使ったりとか、あとこうね横向いて寝ててちょっと角度欲しいとかね、ちょっとパソコン触りたいとか、ノートパソコンで、ね、YouTube 見たいとかっていう人、これはすごくいいんじゃないかな、うん、と思いますね。なのでちょっとね、今体故障してて、ベッドにいる方とかね、自室でねお休みになって体を休ませている方、病気治してる方とか、ちょっとねパソコンのスタンドとしてはすごく便利だと思います。いろんな角度に調整できるしね。うん、ただね、小さいお子様がいるお家はちょっと怖いね。うん、やっぱ これにこう乗っかっちゃったり、踏み台みたいにして、乗っかったり、なんかこうね用途を間違うと、もう怪我したりするかもしれないので、その辺は気をつけていただきたいと思います。はい、でね、ちょっとサイズ的な話しようかな。サイズこの足がやっぱりこう一段ずつ左右に広がっているので、この足の端からねこっちの端までですね、これが 52.5 センチ
で、奥行きになりますかね、これが26センチ、厚みは4センチということです。でね、このパソコンを置くね、今置いてあるこの金属の台のところについては、幅が、47センチで、奥行きは変わらず26センチということになります。で、私今ね、デルの、この15インチの、ノートパソコンを置いてますけども、全然楽勝です。はい、そんなに小さいパソコンじゃないんでね、これ結構大きい方なんで、ベゼルも大きいパソコンですからね。なので、これぐらいでも全然平気です。これより大きくなるとちょっと左右が当たるかもしれないですね。ここがちょっと当たるかもしれない、はい、ということですね。うん、まあ、これはね、なかなか1個あると便利なんじゃないかなというふうに思いますね。あと、そうだな、まあ、私なんかが使うには、まあ、パソコン置かないんだけど、なのでこう枕元にね、ちょっとこう携帯とかこうピピピッとこう、ね、財布とかこう置いて、枕元に置いて、なんか自分の身の回りのものが意識ここにあるというのはね、非常にいいんじゃないかなと思いますね。うん、なんか動画で商品紹介するときにディスプレイにもいいかな、角度調整してね、それも使おうかな、こうやって紹介しようかなね、こちらの商品はみたいなね、このようにもね、使えるのかなと思いますしね。あと、譜面台みたいにしてね、使う人もいるのかな。何か本を置いてね、何かこう編み物とか仕事しながら、これにちょっと本載せて、こうペラペラとページめくったりとか、そういうのも使えるのかな。まあ結構ね、用途は様々じゃないかなと思います。はい、ということでね、本日は、マルチファンクション、ラップトップテーブルということでね、ご紹介いたしました。よかったらね、Amazon さんの商品ページリンク貼ってきますので、見てみてください。以上です。